来る正道来る正道マ3月2日から1914年4月17日は日本の建築家、江戸出身。明治期の文部省永前の建築技師として山口半六と共に多くの文部省施設や明治中期の第一から第五までの高等中学校や音楽学校諸施設など管理学校の建築を担当した。山口が文部省永前を辞して以降は指導者となる。 工部大学校づくり科学科、第3期生で、女債やコンドルのもとで学ぶ。1881年、工部大学校卒業。工部城に宝飾式種などを経て1886年分、部族。1887年、文部省技師。各地の高等中学校の建築に従事。1891年、東京工業学校及び、東京美術学校専修科で食卓。 1892年文部省に復帰、会計課建築科課,課理長を務める。以降は、初等、中等教育施設の行政指導や、国直轄学校の創立工事などに関わる。宮本正明、日本の大学キャンパス成立史によると、明治後期に学校建築の基本として利用された、学校建築図説明及び、設計対応を表したのも、来ると考えられている。 第5高等中学校本館こと平ぐう宝物館、シカゴ万博博覧会放欧ありがとうございます。